ラッキーハッピー ATH、 こんにちは、ゆなゆなです。はい、今回も前回に引き続きザランドエルフの森で稼いでみたパート2をお送りしたいと思います。このゲームでどうやって稼ぐことができるのかということを前回に引き続きお伝えしていこうと思います。それじゃあ早速やっていきましょう。はい、前回は箱詰めをするということと星の種を植えてみるということをやってみました。で、今回は何をやっていこうかというと、まず一つ目、バザーで作物を出品してみる。そして二つ目、星の種を植えてみるの続きなんですけど、今回は前回一個だったじゃない？今回は残ってる分全部植えてみようと思ってます。まずはバザーに出品してみるところから。バザーどこにあるかっていうと、最初に船乗ってくるこの船着き場があるじゃない？そこの右下、ここですね。小屋？ちょっとちっちゃいな小屋があるんですけど、ここタップするとバザーがあります。あ、早速売れてますね。ごめんなさい。さっきね、実はちょっとゲームしてて、ちょっと販売しちゃったんだよね。なので、もう一回流れどうやってやるかを説明していこうと思います。このセットって置いてあるところ、ここに作物を置くことができます。で、作物以外にも食品、こうやって自分が作った食品も販売することができます。じゃあまず米売ってみます。はい。米10個を40シルバー。売ると、エルフシルバーって言って、ゲーム内で使える、コインと交換することができます。はい、じゃあセット。じゃあもう一個、米セットしていきます。あとは、こうやって自分で作った作物ね。何を置いていこうかな。卵にしようか。卵。10個110シルバーと交換します。はい。じゃあ、あともう一個ぐらい。チーズにしてみようか。はい。これ、シルバーの数も変えることができて、例えば、こういう感じで、プラスボタンを押すと100とかに変えれることができるので、そちらもね、挑戦してみてください。はい。じゃあ、これで出品してみました。これ、どうやって人に売れることができるかっていうと、まあ、運よくその訪れたその島で、たまたま自分が欲しかったものがあって買うとかもできるし、あとは、このね、バザーの下にパラソルがあると思うんだけど、ここタップすると、こんな感じでね、誰が何をどのぐらいの値段で売ってるよっていうのが出てきます。これは多分だけど、ランダムだと思うんだよね。ランダムで表示されているので、こういった形で、ね、見ていくと、あ、私これ今欲しかったんだよねっていうのが見つかるんじゃないかなって思います。だから私のやつが表示されてる人もいれば、表示されてない人もいるっていう感じだと思います。はい。なのでこれはね、ちょっと待ちたいと思います。じゃあその間に、さっきね、もう一個やろうって言った、星の種を植えてみる、やってみたいと思います。はい。じゃあね、星の種。前回も植えてみたんだけど、私今96個残っています。なので、96個あるから、95個は星の種1と星の粉1でいこうと思います。だけど、96個目は95個振りかけた星の粉以外の粉全部振りかけようと思ってます。伝わったかな？これ緊張するよね。じゃあもう早速まず95個植えてみるね。とりあえず今バーって1個ずつ。1、1でやってみたいと思います。じゃあまず星の種。こんな、うわー！はい、全部星の種でございます。で、ここ星の粉、私、103個あるから、足りるね。大丈夫だね。足りるよね。うん、足りる足りる。はい、じゃあここに星の粉を全部1ずつかけてみたいと思います。待って、これ、意外と地道な作業だった。やばい。ちょっと邪魔。ちょっと邪魔邪魔。私邪魔。はい、ということで、今、何個植えられたんだ？おそらく、50個の星の種と星の粉を、ぼわーっと植えてみました。あと11分ぐらいかかるので、ちょっとね、待ちたいと思います。それじゃあ、ワープ！はい、ということで、植えた星の種、全部成長しました！はい、じゃあ、こっからね、刈り取っていきたいと思います。これ、1対1だからね。はぁ、緊張する。いきます！
どうなることやら。いったかな？いきます！どう？どう？お願いします。1個ぐらいは。出ますように。これは全部シルバーか？お願いします。1個くらいは。全部シルバーでした。うー、悔しい。あー、残念。まあでもね、シルバーも嬉しいけど。あー、ということで、今の50個はシルバーでした。あと46個あるよ。だから、45個は1対1であって、残りの46個目はもういっぱい振りかけちゃう。気をつけないと、これさ、46個全部植えちゃいそう。あ、いいのか。とりあえず全部植えて、そんで、はい。じゃ、この子にいっぱいかけよっか。はい。じゃ、まず、星の種振りかけていきます。星の粉。じゃあここに2個やろっか。ちょっと覚えてられる私それ。あ、またこれ2個やっちゃう。ちょっと、もうちょっとダメダメ。この子だよね。じゃあこの子にあと4つ。あ、じゃあさっきのやつと2-2でやろっか。そうします。はい。あとこの辺ね。はい、ということで、ちょっとね、いろいろトラブルあったんですけども、星の種1対1を44個かな。で、45個目、46個目、2個は星の粉を4回ずつ振りかけております。ということで、ちょっと待ちたいと思います。はい、じゃあ星の種植えてる間に、バザー、これ売れてるかどうかチェックしに行きたいと思います。売れてるかな？行きます。あ、売れてました。はい、こんな感じで、誰々さんが買ったよっていうのがわかります。で、ここタップすると、こんな感じでエルフシルバーが獲得することができます。はい、無事に獲得できました。こんな感じでゲーム内トークンなんだけど、稼ぐことができちゃいます。さあ、そして星の種の様子を見てみましょうか。もうそろそろね、育ってると思うんですよ。あ、来てます。来てます。じゃあ、収穫しに行くよ。ちょっと、緊張する。どれだっけ？どれがさ、待って。え、待って待って。え、この子だよね、確かいっぱいかけたのって。やばい。ちょっとなんか、間のやつはどこ行ったか忘れちゃった。いきます。さあ、お願いします。まだわかんない、まだわかんない。うわー、ない！ない！うわー、ない！ありませんでした。45個。星の作物は出てきませんでした。でもね、まだ、星の粉4つかけたやつが1個残ってるから。いくよ。出ませんでした。がっくし。まあ、というわけで、今回は星の作物出なかったんですけども、こういった形で星の種植えて星の粉かけた場合、シルバーの他にも星の作物っていうものが出て、前回も紹介したんですけど、それをね、マーケットプレイスに出すと運営が買い取ってくれるような流れになってます。うわー、悔しい。もう絶対いけると思ったのに。ということで、まあ、じゃあ今回はね、実際に稼いでみるところは、まあ、いけなかったんだけど、まあ、こうやってね、稼ぐ方法があるよってことを紹介しました。うわー、もう絶対動画撮ったからいけると思ったのにダメでしたね。まあ、これ運ゲーですね。はい。皆さんもぜひ挑戦してみてください。ということで、今回はエルフの森で稼いでみるパート2ということで、今回はバザーと星の種、ありったけ植えてみるということをやってみました。まあ、やっぱこれは運ということで、皆さんも諦めずにやってみてください。もしかしたら1個と1個、星の種1と星の粉1で、星の作物できる場合もあるので、諦めずにやってみてください。ということで、今回の動画はいかがでしたでしょうか？少しでもいいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録、ぜひぜひコメントもお待ちしております。それじゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。